2022中上級講座4つの講座徹底比較皆さんこんにちはレックス専任講師の根本ですここでは2022年対策司法書士試験夏から始まる講座秋から始まる講座こちらの大型4つの講座の比較をしてまいります夏からおよび秋から始まる講座がこの4つになります実践力パワーアップ講座 卓一ターゲット攻略講座、パーフトローラー講座、そして生鮮トレ品質論点、卓一戦を含めたトーレンパック、この四つがあります。この四つの方を比較してまいりましょう。まず、ざっくり特徴を言ってきますと、一番上、実践力パワーアップ講座。こちらは、すべての分野についての知識の網羅、そして一つ一つについて、 丁寧なな理由付けをしていいく、そういった講義になります。次に「拓イスターゲット攻略講座」こちらに関しては全論点受験の全論点に特化する講座そしてアウトプットも併用していくと,という内容になってますそして次「パーフェクトローラー講座」こちらは全科目全論点について図表をメインにして編さしている。 そういういテキストでなおかつ図表だからこそ横断整理をしながら知識を比較して覚えていくという講座になっていますそして一番下「生遷必筆論点択一戦を含めた「陶錬パック」秋から陶錬を受けるそして早い段階から弱点を見つけていくまた秋からの陶錬を使ってペースメーカーとして学習を継続していく こういいっった特徴になっていますインプットメインが3つアウトプットメインが1つ理由付けで覚えていくアウトプットを併用して覚えていく図表で覚えていくそういう感じだと思ってくださいではそれぞれどれぐらいの成績でおすすめできるかと実践力パープ講座 こちらだいたい15問から25問程度の方。卓越ターゲット攻略講座。アウトプットをいきなり始めます。ある程度の点数、20問から20問後半、この辺りの方におすすめです。パーフトローラー講座。図表を使っていきます。文章ではなく図表なので、こちら20問ある程度前半ぐらいの知識のある方からおすすめします。また最後の、 生鮮等連、必須論、卓位選、これに関しては全受験生が対象と思ってください。こちらインプット講座、ご自身のレベルに合わせたものを受けるのがやはり一番いいです。ご自身の点数、本試験の点数、また普段のモーション点数、どちらかを使ってこちらの方に合わせてみてください。では次はテキストの違いです。 実践力パワーアップ講座、こちらに関しては、レジュメ形式になっています。通常のテキストのような文章、主語、実語、目的語があって、丸、である。という形の、テキスト形式、ではなく、短文で、スパッと、結論が載っている。そういったレジュメ形式になっています。タックインターゲット攻略講座。これは、左側にアウトプット問題。で、右には、そのアウトプットに対応する。 インプットが載っています。インとアウトが一冊にまとまっています。パンフスローラーコーダ。こちらはまさに図表メイン。一個一個ね、すべての知識を図表で説明しています。一番下、必須論点卓一戦。こちらはあっから始まる答連になりますが。ここはもともと正答率が高いもの。でなおかつ、森山講師が一問一問。 厳選して選んでいますテキスト自分好みのものというのは人によって違いますぜひこのあたりは手に取ってもらってあ、自分にしっくりくるなとといったものをぜひ選んでみてくださいでは最後になりますが開講時期ですこちら初め上2つは生講義が実施されます生講義は7月下旬 8月上旬ににななりりまますす通信の発信はもうちょっと後になります一方、卓越投げと攻略講座これに関しては2021対策で実施したものを一気に配信します。すべて通信講座だけで8月上旬からすべての科目こちらが見ることができます。そして品質論点。 必須論点、卓越線に関しては10月中旬に実施されます。以上が比較になりますが、ちょっとまとめておきたいと思います。まとめると、コンセプト、学習レベル、レジメ形式、開講時期、このような感じで比較されます。ご自身が向いているもの、ご自身の学習レベル、それらをぜひ見て、あこの講座どうだろうと考えてみてください。 そしてぜひお勧めしたいことがありますそれが実際の講義受けてみることなんですこちら昨年の講義えこちらのものについて1回目民法1回会社法1回実践力は民法卓越タ,ターゲットそしてパンツルールは会社法1回目こちらの講義が聞けるような仕組みをとっておりますぜひこれを聞いて理解できるのか そして、復習にどれぐらい時間がか,かるのか、そういうのを実体験して、ご自身が夏から始める講座を選んでみてください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。